KPMG 全米女子プロゴルフ選手権2日目25日アトランタアスレチックシーベジョージア州6740ヤードパー7 2日ポチャからのパーありボギーからの怒涛の展開ありバックナインはまるでドラマのようだった海外女子メジャー全米女子オープン2日目渋のひなこひなこは上がりにホールでバーディー イーグルを奪いトータルにオーバーの71位体で、ギリギリ予選通過を果たした。初日を終えて4オーバーの93位体、カットラインを見ながらの戦いとなることは必然だった。だが、出だしの一番でバンカーから寄せられず、ボギーが先行。その後もパッティングこそ安定しているものの、たった一度のに、 5メートルのチャンスも決められず、予選通過のために絶対に必要なバーディを奪えないまま折り返した。後半も10番で約3メートルのパーパットを入れてしのぐなど、我慢の展開が続くと12番、バーディを取りたいパー5で、ファーストカットからの3打目がまさかのチポチャ。 ほぼ、ボギー以上は確定で決勝が大きく遠のく位置だとなってしまう場面。だが、渋野ひな子は冷静だった。悔しかったですが、イライラしている暇もない。すると、ドロップエリアからの5打目はピン奥からスピンでぐんぐん、戻りそのままカップへ収まり、チップインパー。気分よく次のホールに行けた。 これで悪い流れを払拭すると13番では約6メートルを沈めてこの日初バーディーさらに16番でボギーを叩くが、17番でバウンスバックを決めた。それでもこの時点でカットラインは2オーバー。3オーバーを行ったり来たりの状態で、まだ足りない。18番でバーディー以上は絶対に必須だった。 ティが前に出ているバーゴ。練習ラウンドでは刻んでいたホールも、攻めるしかないと覚悟を決めた。ドライバーを握り振りちぎった球はピンまで残り219ヤードのフェアウェイ。ギリギリ狙える位置まで運んだ。さらに2センチ先にはディボット。ほんと。神様からって思った。すごく。 ライも良かったと、天からも、お膳立てを受けると。万振りしてと三番ウッドで池越声の二オンを、狙い。ピン横約9メートルに二オンする。風が強くなる午後組を考えれば安全に2パットでも。という選択肢はなかった。最低2打は必要かなとは思っていた。最後。狙うか。 狙いうまいか迷ったけど、やっぱイーグル取りに行かないといけないなと思ったので、最後は果敢に狙いました。渋野雛子らしい強気のパットは、同組のクリスティカーさんの真似をしてごってという気持ちが乗り移ったかのようにカップめがけて一直線、ラインを読み切ったというか、もうやけクソでした。 なんか緊張しちゃって焚いたので、距離感どころじゃなかった。もう一回やったら、もう入らないですと、神がかり的なイーグルで週末への切符をつかんだ。こんな奇跡のようなプレーが続いたのも、諦めなかったからだ。一打の重みを感じることが多すぎましたね。メジャーではそればっかりだったので、 やっぱり最後まで諦めないっていうのを今日はすごく感じられた。諦めちゃダメだなとすごく思った。多分これからのゴルフ人生も、この2ホールで変わってくるかなと思う。序盤のピンチ。わずかなチャンスを外した場面。チポチャ。16番のボギー。18番のイーグルトライ。 一度でも弱気になり、諦めていればあと二日プレイすることは叶わなかった。明日があるのは、すごい嬉しくて、あと二日、自分の悔いを残さないように、しっかりプレイできたらいい。4月から続いた海外遠征だが、これで日本に戻るというプランもある。 とりあえず、3ヶ月の終わりなので楽しみたいです。残り36ホールも諦めずに攻める気持ちを持って、全力を尽くす。渋の日向子イーグル締め57位で、予選通過五輪代表へ、望みつなぐ4オーバー93位から出た、渋の日向子日向子は1位イーグル。2バーディー。2ボギーの70で回り。 通算2オーバーでホールアウトした。5オーバーで迎えた17番でバーディー。18番はイーグルで締め。57位に浮上して予選通過を決めた。稲見もね。ここは香と争う東京五輪代表入りへ望みをつないだ。開催中の国内ツアー。アースモンダミンカップで。 フルコが優勝した場合は、単独4位以上。フルコが2位以下の場合は、単独5位以上で、渋野ひな子が代表ギップをつかむ。1オーバー39位で出た、佐藤ゆかは4バーディー。1ダブルボギーの70で回り。通算1アンダー32位で、決勝ラウンドに進出した。3オーバー75位から出た畑岡奈は、 イーブンパー72と伸ばせず、通算3オーバー71位で1打届かず予選落ち、した。渋野ひな子と同じ4オーバー93位から出た、上原彩子も、通算8オーバー120位で、決勝ラウンドには進めなかった。3打、差10位から出た、ネリー・コルダ、米国が63をマークし、通算11アンダーで単独首位に踊り出た。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。